ちは、アラキモノフェスのボーカルのフキです。質問に答えていきます。はあ、頼れるリーダーだけどちょっと抜けてるところもあるので、メンバーみんなでそれを補佐してるとこもあるかな。だからその試練を中心にいいチームみたいな感じですかね。そうだなぁ、最近はそうでもないけど、忘れ物とか最近はもっと忘れる人が何人かいるからあんまり目立ってないけど、ややそうね、ちょっとね、ドジっ子属性なんですよ。それはこの十何年の付き合いでちょっと感じるかもな。そういうエピソードがちょっとずつ積み重なって、はい、いろいろあった気がします。